はい、エジプト考古学者の河合幸則です。今回は、普段とは違う古代エジプトについて話をしていきたいと思います。それはヒエログリフ、古代エジプト語についてです。で、古代エジプト語、ヒエログリフという言葉でよく知られています。ヒエログリフという言葉自体はヒエロ、これは神聖なとか聖なるというような意味になります。で、グルフというのはグルフィカ、刻印ということで、神聖文字とか聖国文字というふうに日本語では訳されています。ヒエログリフ自体はこれは英語で言うとアルファベットですよね。その文字の一つの体系のようなことで、実際には古代エジプト語という一つの言葉ということになっています。で、私自身も学生の頃はこのヒエログリフ、古代エジプト語というのを学んでいました。私の母校というのはエジプトにあるカイロ、アメリカユニバーシティにカイロというね、アメリカ系の大学だったんですが、そこで4年間ヒエログリフ、あとヒエラティック、ヒエログリフのこれは草書体の文字になります。あとコプト語なんかも少し学んでいました。ただその後発掘調査チームに入って、自分が実際どの分野の専門になるのかっていうのを決めるときに、私自身は言葉にもすごく興味があったんですが、やっぱり発掘がしたかったんですね。そのために発掘の方に行き、その後今度は三次元計測ということで、現代のある種テクノロジーを使ってエジプト文明というのを記録し、そこから例えばピラミッドの建造方法について解明していこうという方法、ことをしています。そのためにヒエログリフというのはもうそれ学生の時からあんまり触れる機会がなくてですね、たまに講義で少し話をしたりするぐらいなんですけれど、今回はこの話をしていきます。その理由というのが、実は9月がですね、これ実はヒエログリフ古代エジプト解読の記念月です。これは解読されたのが1822年ということで、今から199年前になります。つまり来年がヒエログリフ解読200周年ということで、非常に大きなイベントがあります。他のこれは YouTube の講義の映像でも話をしていたと思うんですけれど、ツタンカーメン発見も実は来年が100周年ということで、非常に大きなイベントがエジプト母国では行われるのではないかなと思います。実際世界最大級の博物館となる大エジプト博物館、この公開もおそらく来年に向けて進められているので、本当に何か大イベント、一大イベントが行われるはずです。で、その中でヒエログリフの方ですけれど、今日早速見ていきたいと思います。ヒエログリフを解読した人物というのがこの人物になります。1822年解読したのがジャン・フランソワ・シャンポリオンというフランスの言語学者です。この人は非常に言語の天才で、20歳ぐらいの時にはめちゃくちゃ話せるんですよ。フランスの言語学者なんですけれど、今例えばラテン語とかギリシャ語とかヘブライ語とかアモハラ語とかサンスクリット語とかね、アラビア語、シリア語、ペルシャ語、中国語まで話せるという、天才的な人物です。ただ何かこう言語の専門家って結構もういくつも話せる人って多いんですよ。私が学んでいたのはファイザ・ヘイカルっていうエジプトの、これはヒエログリフの大御所の先生だったんですけれど、このヘイカル先生も、彼女も古代語だけでやっぱり7カ国語ぐらい話すことができました。もうそれは当然だみたいな形で、多分日本の言語の専門家もそれぐらい話せるんじゃないかなとね、勝手に思ってるんですけれど、本当にすごい人物です。ただヒエログリフのこの解読したシャンポリオンは若くして亡くなってます。生まれたのが1970年の12月23日ですね。で、亡くなったのが1832年ということで、実は41歳の若さで亡くなってしまったということになっています。で、この天才的な言語学者が出たということと、そしてもう一つ、この遺物が発見されたためです。
これがかの有名な、現在イギリス大博物館に置かれてあるロゼッタストーンです。このロゼッタストーンは花崗戦力岩という黒い石でできたもので、大きさ自体は高さが117センチ、1メートル20センチぐらいあります。で、横のですね、あの幅の方が72センチ、厚さの方が28センチ、約30センチぐらい、そして重さの方が762キロということで、かなり重い石になっています。本来はもっと大きな石碑だったんですけれど、その一部がこのような形で発見ということになっています。見ていただくと分かるかな、この上の部分がヒエログリフですよね。ヒエログリフ、まあ、大部分が欠損欠落しているんですけれど、そしてその次に来るのがヒエログリフを、のこれは草書体ですね、あの民衆文字デモティックと呼ばれるものです、そしてその一番下の方に書かれてあるのが、これがギリシャ語ということになっています。発見されたのは1799年、ちょうどあのナポレオンのエジプト遠征の時代になります。ナポレオンのエジプト遠征の時には、まあ、あの170人ぐらいの学術調査団を連れてきていたということで、まあ、当時その遠征隊自体がエジプトのその遺跡とか文化とかそういったものに対するあの理解があったために、これが発見された時も普通だったらね、なんかただの石だということで、なんかあの軍隊置いていきそうですよね。ところがこれはあのエジプトの北のデルタ地帯のエルラシードというところで発見されたもので、あのジュリアン要塞という要塞を拡張する時にこれは見つかったものなんですが、実際にこちらのところブシャールという指揮官がこれを見つけた時に、これはよくわからんけど重要そうだと、すぐにこちらのところ上官のですね、あの将軍、あのムヌー将軍という将軍の方に報告し、そのムヌー将軍自身もこれは非常に重要なものだろうということで、彼自身は当時はギリシャ語は読めたので、あのギリシャ語を翻訳する手配をすぐにして、まあ、そしてエジプト通信というのをね、あの当時新聞みたいな形であの流していたんですが、そこのところにもこういった重要な遺物が発見されたということを、報告あのしたということになっています。それだけではなくて、まあ、この価値を見出したムヌー将軍自身は、ここにですね、あのインク用の、印刷用のインクを塗って、まあ、日本で言うと、ある種の魚拓ですよね、ここのところにあのそのコピーを作って、まあ、それをヨーロッパの研究者に送っていったというようなことまでしています。それが最終的になぜフランス人が、まあ、フランス隊が見つけたのにあのイギリスの方に今大博物館にあるのかというと、これはやっぱりイギリスとフランス戦争によってフランスが負けたからですね。フランス隊があの負けた時に1801年にこちらのところがあのこれイギリスの方に運ばれるということになり、まあ1802年にこれは実際にイギリスに運ばれました。まあ、元々はこちらのところロンドンのですね、考古学協会のところに預けられました。で、考古学協会のところではコピーを取るだけではなくて、あの実際にこれと同じような形で石膏型も、まあ、これ作るのも大変だったと思うんですが、4つ作ってオックスフォードとかケンブリッジとか、エジンバラとか、あとはそうですねトリニティカレッジか、そこのところにあの送って、あとギリシャ語の翻訳なんかも研究者に送って、そこの時代には失われていたこの古代エジプトの言葉というのをなんとか解読できないかっていうふうな、ことをあのしたんですね。でその後大英博物館の方に、運ばれて、それ以後そこに一般公開ということになっています。まあ、その、ヒエログリフ古代エジプト語なんですが、一体いつから使われたのか、この起源というのは現在でもよくは分かっていませんが、発見されている遺物によれば少なくとも今から5000数百年前から、これはあの古説エジプト語というふうに、エジプト文字というふうにも呼ばれていますが、あのラベルって言ってね、あの物とか物品なんかにこう貼り付けて、置かれるものなんですけれど、アビドスというところでドイツ隊が発見したあのラベル、こういうのがたくさん見つかってます。こういうものが原型になっているのではないかと言われています、古説エジプト文字。その
まあ本当に今から5000数百年、おそらく5400年から200年ぐらいと言われてますけれど、その後最終的にヒエログリフいつまで使われたのかというと、あの石碑というかね、あの神殿の中なんかにあの刻まれたのは、紀元後394年のこれは8月24日、これが最後のものということで、ここフィラエ島というところにこれが刻まれています。フィラエ島というのは現在のアスワンというところに あるエジプトの非常に美しい神殿で、ナイルの真珠というふうにも呼ばれているプトレマイオス朝時代のこれは神殿、女神イシスに捧げられた神殿になっています。この神殿は実は水没してました。この神殿のすぐそばにアスワン級ダムっていうダムが1902年かな、初頭に、1年か2年ぐらいだったんですけど、初頭に作られた後に実際に水没して しまってました。でその後アスワンハイダムというダムができた時に、これはユネスコの協力によってアブシンベル大神殿とか他のヌビアの神殿群とともに解体して移築されました。現在はアギルキア島という島に移築され、まあ、そこに観光客はアクセスして、これ船に乗って行く結構雰囲気のある神殿なんですけれど、見ることができます。まあ、ここが最後ですね。まあ、その後デモティック、さっき出てきた民衆のその草書体の文字なんかはそれよりももっと後の時代にまで使われていたんですけれど、ヒエログリフとしてはこちらのところが最後ということになっています。そのためにこの後ですね、エジプトではコプト語っていうキリスト、原始キリスト教社が使っているその言語があるんですけれど、そのコプト語というのの中に古代エジプト語というのは生き残っていくんですけれど、現在はある種その通常の口語のようにしては使われず、まあ、儀式の時にだけ、使われるような言葉になっています。まあ、今そのコプト語というのはもう一度なんとか口語のようにして使おうというような運動も世界的には一部あるようなんですけれど、まあ、そのコプト語を除けば実にまあ1370年間1400年間ぐらいは失われていた言語ということになっています。その失われた言語というのは様々な研究者がその1400年間の間に解こうとしていったんですけれど、その中で有名な人物がこちら一人、これは遅れてきた、ルネッサンス人とも言われているアタナシウス・キルヒャーという人物です。1602年から、1680年まで生きたドイツ人のイエズス会のこれ司祭になってます。でこの人は東洋研究とか地質学とか医学とか、まあ、まさに遅れてきたルネッサンス人という言葉のようにいろんな、まあ、分野に関わったんですが、ヒエログリフを、まあ、ある種初めてその学術的に解こうとした人物でもあります。ただこの時代にはヒエログリフというのは一つのその文字というのが象徴的で何か神秘的な意味があって、その中には古代エジプトの失われたが伝承があるというような、何かこうある種ほとんど空想のような話になっています。例えばキルヒャー自身が古代エジプトのこのオベリスク、戦闘場のこのモニュメントですよね、ここに書かれた古代エジプト語ヒエログリフを解くときに、もう彼はめちゃくちゃ想像力を膨らまして、ここしかこれしか書いてないんですけれど、彼が言ってるのはね、まあ、よくわかんないですけどね、最高齢にして原型なるね変蓋と言ってなんだそれって感じですけど、その徳と能力の正解の魂すなわちなんちゃらかんちゃらみたいなことが3倍ぐらい続くんですけれど、もうわずか小さなヒエログリフの数行の文字にこれだけかける3のものを見出していったということになっています。実際にはヒエログリフというのは現代の言語と同じような形で、実は音を表す、音歌を表すものだったんですけれど、そのですねことというのは実際に18世紀の研究者たちがヒエログリフというのは音を表すのではないかというようなことで解いていったんですが、中でも大きな功績を得たのがこの人物ですね。これは18世紀1773年から1829年に生きたトーマス・ヤングというイギリスの物理学者になります。物理学者が言語を解いちゃうんですよ。まあ
すごいでしょうね、まあ、全く話は飛ぶんですけれど、私 の, あの同僚の物理学の名古屋大学の森島さんもね、まあ、昔からピラミッドとかエジプト好きでしたって言ってましたけど、彼はあの宇宙から降り注ぐ素粒子ミウオンを使ってピラミッド内部 の, あの巨大な空間を見つけちゃうとかね、なかなかやっぱり面白いですね、物理学者は。でこのトーマス・ヤング自体もあの物理学者で光の波動説っていうのを唱えた非常に有名な方なんですけれど、彼自身はそこからヒエログリフをこれは学術的に解こうということで、ヒエログリフ自体がそのある種音を表すアルファベット式のものと、それだけではなくて非アルファベット式のもの、これはどちらかというと表語文字的な意味合いもそういったものもあるのだ、これの組み合わせだというのに気づいたという、まあ、ある種非常に画期的なことに気づいた人物です。そして王様の名前が書かれてあるカルトゥーシュという枠があるんですけれど、そこのところの文字なんかも一部彼は解読しています。しかし彼の何でしょうね、活動研究というのはそこで終わって、そこから実際にそのエジプト語の解読法と文法のシステム、そして現在の古代エジプト語のその基礎を築いたのが先ほど出てきたこのシャンポリオンということになっています。もともとシャンポリオン自身もアタナシウス・キルヒアと同じように、音をその音歌って言いますけど、その音歌を持たない象徴的な文字だ、言語だというふうに考えていたんですけれど、最終的に、まあ、トーマス・ヤング、あと他の研究者、まあ、そういった人たちのまあ、いろんな研究を受けて、まあ、彼自身はそれは自分でいろいろ生み出したというふうにも言ってるんですけれど、これを解いたのが1822年9月14日です。彼はそれはその時はですね、ロゼッタストーンではなくてアブシンベル大神殿の碑文を解読しようとしていたんですけれど、例のこれは前回前々回かなの、講義でも紹介したラムセス2世の岩窟神殿ですよね、まあ、その時に9月14日に研究していく時にもうなんかね解けたって言ってね、もう卒倒して1日なんかもうそのまま、気絶していたっていうね逸話が残ってますけど、その後9月22日にこれは有名な、ダシエシっていう、まあ、人がいたんですけれど、それに、まあ、あたり表音的ヒエログリフのアルファベットについての書簡っていう、まあ、書簡ですよねを書いて、27日にはそれをもとにアカデミーで発表した、これがヒエログリフ解読というようなことになっています。まあ、これも非常に面白いんですけれど、ヒエログリフを解読の手がかりの石碑というふうに有名で、これは一般的にただこれじゃあ中に何が書いてあるのかってあんまりみんな興味を持たないんですよね。まあ、で実際に王朝時代、まあ、皇国時代、私の知ってる、まあ、やってるピラミッドの時代とか中王国、あとは新王国とか、そういった王朝時代の人たちもあんまりその中って興味持ってないんですけれど、これはヘレニズム時代、プトレマイオス、クレオパトラとかね、アレキサンダーとか、まあ、この時代の人たちからすると非常にこれ重要な歴史資料というふうにも言われています。まあ、プトレマイオス5世という、まあ、王の時代に起こったエジプト南部の大反乱という非常に大きな出来事が起こったんですが、まあ、そのことについて、これは情報を与えてくれるものになっています。まあ、興味がある方は、まあ、このことについて、名古屋大学のですね、まあ、私の今のボスにも当たるんですけれど、まあ、この時代の専門の須藤先生という先生が、まあ、ナイル世界のヘレニズムというね、本を書かれていて、まあ、その中の一章にこのロゼッタストーン最高というね章がありますので、ぜひ、見ていただければと、思います。まあ、最後に、まあ、そのようにして私も学生の頃にこのようにして古代エジプト語の、まあ、歴史というのを学びながら、実際にじゃあ文法は単語は、どうなのかというような勉強をしていったんですが、まあ、その時のこれがちょうどノートが、こちらの方ですね、ちょっと懐かしいので持ってきたんですけれど、まあ、本当にこれをね最初こう書いたり読んだりした時にはもう自分の中でね感動して、やっぱり碑文とかが読めると嬉しいですよね。まあ、ムスカ大切じゃないんですけどね、本当にこう読めるぞみたいなことでね興奮していたのを、覚えています。まあ、次回はですね、ここからじゃあ実際にどのような形で、
ヒエログリフ読むことができるのかという、まあ、その、イントロ、ダクションご紹介していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもですね、どんどん、古代エジプトの良質なコンテンツというのを、まあ、様々な角度から、上げていきたいと思いますので、チャンネル登録、そして、いいねボタンよろしくお願いします。